はいどうも、戦略28ターン、今回でですね、地球連邦軍の本拠地ジャブローを打開して、このゲームを終わりにしたいと思います。で、ちょっとやっておきたいことは改造ですね。前回、完成した画像文を、ギリギリこう間に合ったかなと、終戦までにね。結構強くなりますよね。特に耐久がね、大幅に上がるんでね。攻撃力も若干上がりますけどね。あとはね、陸100回の飛行ユニットを排除しておきます。委任で戦わせようかと思ってるんですけども、委任にするときは陸100回はこっちの方が便利かなと。で、シャアは今この辺にいるんですけどね、他にも各地に散ってる部隊なんですけど、次のターンで集結できるので、次のターンで本格的な攻撃を仕掛けることができる感じですね。ただ割とすぐこう終わっちゃうかもしれないけどね。これより我が軍は連邦軍本拠地ジャブローに対する攻略作戦を開始する。諸君らの健闘に期待する。はい、というわけでついでなのでコロニー落とし作戦もやっちゃおうかなと。了解しました。コロニー落としの準備を行います。せっかくだから何かを落としておこうじゃないかとせっかくこう逆者なんだから。大体ここに80部隊ぐらいいるんですけど、ガザールと、ガゾブの部隊ですね。陸戦が、強い部隊。でもあれか、ハセラーと、ライルの部隊が合流したみたいな、そんな感じですね。で、ここにライルが来ていて、で、クエスも、次のターンかな。だから主力じゃないんですけどね。そんな感じで、やってみようかなと思います。今回は見てるだけと。はい、じゃあ委任で。まずはコロニーを落としちゃって。コロニー落としの準備が完了しています。コロニー落としを実行しますか。士官数14ってことで多分了解しました。全員コロニー落としを実行します。落ちるぞ。コロニーの直撃により敵部隊に被害が出ています。士官数は減るかな。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。アムロもいるかもな。 あんまり減らなかったね、士官数はね。どんな感じなんだろうね。さあ、83対21の戦いですけども、どんな感じですか。圧倒的優勢なんで、といってもなんか我が軍はこう戦力は分散してる感じですね。それでも優勢なはずで、次のターン主力も来ますしね。問題ないと思いますけど、ほとんどマゼラトップだからね。戦闘を中断します。こんな感じになりましたと。緊急事態です。はい、あれですね、暴動ですね。お疲れ様ですお疲れ様です。で、主力の部隊を混ぜると、じゃあちょっとどんな感じなのか見てみるか。残った部隊は、門車、いいのだ。マラサイなんか乗ってんだね。全然問題ないね。バウンドドックだ。モンド。バウンドドックに誰か乗ってるの初めてじゃん。はい。じゃあこれでもう終わりだろう。戦闘を再開します。アムロいなかったのかな？いたのかな？さあ、5体内倒せるかな。どうですかね。あと4部隊らして大丈夫でしょう。バウンドドッグかな、残り1部隊は。報告します。我が軍は連邦軍本拠地ジャブローの制圧に成功しました。連邦軍は滅亡です。敵全勢力の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。じゃあエンディングですね。じゃあちょっと黙ってますかね。
シャア・アズナブル率いるネオジオンは戦いに勝利し、自らの理想の実現に向かって歩み始める。だが、その理想を達成するためには、あまたの苦難が待ち受けていた。地球を寒冷化させるための作戦、アクシズ落としは、母なる地球の環境を復活させたものの、地球に住む人々を虐殺、コロニー落としに匹敵する暴挙として大きな批判を浴びることとなり、シャアを終生苦しめることとなった。しかしアクシズ落としは人類の完全宇宙移民という悲願を叶える上で欠くことのできないものだったのである。自らが犯した行為を生涯をかけて贖わなければならない。シャアは決意する。父ジオン大君の意志を受け継ぎ、人類をより良い方向へと導くために、人類の批判を受けつつ人類救済のために戦い続ける。まだ誰も到達したことのない人の革新を目指して。はい、というわけで、まあこのシナリオやってみて、てかアクシズ落としたんだね、結局ね。そうなんだね。まあどうだった、まあ、感想はね、まあなんだろう、やっぱり作り込みがなんか甘いシナリオだったなっていうのがまあ第一印象ですかね。でもなんか最後にこのジオがね出てきてくれてね、アムロ入りで、あれ嬉しかったですね。よかったな。ザクスリーカイとこうちょうど釣り合いの取れる連邦のユニットなんでね、まあ、よかったんじゃないかなって思いますけど、でもあれですよね、もう少しやっぱひねり欲しかったですね。例えばゲームが始まると地球上空に一部隊はニューガンダム、アムロイルのニューガンダムが配備されているとか、それを倒すとなんだっけ、もっと強いやついるんですけど、名前なんて言うんだっけかな、ニューガンダムのね、もっと強力なやつね、あれ名前なんて言うんだっけあ、そう、ハイニューガンダムか。そうそう、まあそういうのがいますよね。が、生産開始されるとかさ。そのくらいのなんかひねり欲しかったよな。あと多分ね、連邦軍の数少なすぎですよね。原作ではエウーゴとカラバの残滓が、ロンドベルになって、でもこれが、シャアに立ち塞がるわけなんですけど、だからまあこれをそのゲーム中で、例えば僕の提案ですけど、少数精鋭 の勢力として設定して、でそれを倒すと宇宙で、そうすると本命の地球連邦軍がまだ控えてるみたいな、そういう展開があってほしかったかなって、なんかこうプレイしながら思ってましたね。そう、まあそんな感じですかね。まあいろいろとなんかこうであればいいなっていうことは結構あったりはするんですけど、まあ他の勢力ともそうなんですけどね。まあそんなこと考えておりました。でですね、もう喋ることもないので消しちゃいますけど、で今回は多分時間相当余ってますんでね、ニューゲーム、あれ見たいですよね、やっぱりね。ササビー見たいでしょ。宇宙、私の父。というわけで、これベリーイージーなんですけど、ベリーイージーで始めると他の、難易度で配備されてないユニットが配備されてるはずで、さあじゃあ見てみようか。いるはず、いたね、これサザビーね。これね、なんか自分でプレイするときはね、普通にプレイするとき、実は僕生産したことなくて。だってさ、生産可能になる頃ではゲーム終わってるんだもんね。そうなんだよね。というわけで、じゃあ今回これをちょっと使ってみようかなと思います。はい、というわけでじゃあ見てみますかね。まあ、鉄塔の部隊を。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まあ、これ打開するつもりはないんで、あ、これゼータがいますね。
まあ、適当にターンを送って敵部隊を集結させてみましたね。まあ、大体ジェガンで、これアムロかな、リガー Z がいそうですね。よし、アイザックをたくさん生産しておきましたね。なんかセリフがいろいろあるんですけど、今回はあの本編攻略中にほとんど聞かなかったんで、まあ、この回でまとめて聞いてみようかなって思ってます。とりあえずじゃあシャアをここに置いて制圧。レズンじゃなくてさ、あれでしょ、ギュネイのセリフある。私がクエスに手を出すとどうして考えるんだ。自分がってありますか。クエスが慣れるまで守ってやれ。私はネオジオンの建設と打倒アムロ以外興味がない。ナナイは私に優しいしな。ロリコンだからでしょう。ロリコンだからでしょ。それはクエス、総帥は一年戦争の時に使ったパイロットのララーに取り憑かれてるんだぜ。私がナナイとララーを追い出すんだから。ララーをアムロに取られたから総帥はこの戦争を始めたんだぞ。そんなことを言うから若い男は嫌いなんだ。まあそういうことらしいですけど。レズンセリフあるかな。あ、ないですね。そうか、まあそれはまあいいか。じゃあここに置いてみようか。ここは遊び場じゃないぞ、分かってるのか。失礼ね。クエス、ナナイが私をぶった。さすがナナイ。まあ適当にね。あ、そういえばなんかあのギラ動画も何部隊か配備されてましたね。次のターンかな。あ、これアムロだね。これ防御しますね。あ、違うかな、セリフがないじゃないか。とりあえずこれ間接攻撃でやらせてみるか。敵意が無邪気すぎる。アムロだった。シャアじゃない、あの男でもない。いや、シャアいるよ。ここから先へは行かせないよ。あ、セリフあるんだね、アムロとね。これやれるかな。あ、ギュネイはパネル飛ばせませんね。大丈夫でしたね。さすがサダビー。逃がしゃしないって言ったでしょ。やっぱこう見るとやっぱりリガーズ弱いな本当に。あ、来た来た来たぞ、サダビー狙られるぞ。まあ、これはいいや、飛ばした飛ばした。くるくる、しゃ喋らせてもらえない。最後まで、あの最後まで喋らせてもらえないね。やっぱサタビーかっこいいよね。実はもっと強力なエンディングもあるんですけどね、射撃だけでほとんど全滅だ。やっぱり強いね。逃がしゃしないって言ったでしょ。いや、強すぎて多分ね、あの作った頃にはもうほとんど終わってるし、作っても活躍の機会がほとんどないんだよね、きっとね。条件も厳しいですけどね。作れる勢力は割と多かった気がするんですけどね。じゃあシャア見てみますかね。雑魚を相手にしてられないんだ、どけ。見よう見よう。やっぱりでかいですね。一回りも二回りもでかい感じ。やったぜ、俺は働ける男なんだ。それで運動性確か70くらいあるよね。恐ろしいユニットですよね。で、まあこんなところかな。あともう少しセリフ聞いて、今回はじゃあ終わりにしようかな。
まあ、どっか適当に反撃して、まあ、じゃあ今回も飛ばしてます、ね、私は人類の業を背負っているのだ。負けるわけにはいかない。ようやく最後に喋らせてもらいました。貴様ら頑張りすぎだ。それでは私に勝てんぞ。まあ、適当にやってても、まあ、だいぶやっぱ強いですよね。あ、ユウだ。あ、ガンダムマーク2乗ってる、もしかして。あ、違うか、スーパーガンダムか。マーク2ディフェンサーですね、これきっとね。はい、じゃあシャアをここに置く。私、ララーの身代わりなんですか？誰に聞いた？いや、なんでそんなことが気になる？私は総帥を愛してるんですよ。困ったな。なぜ？私は総帥のためなら死ぬことだってできるわ。わかった。私はララーとナナイを忘れる。私は総帥を守ってあげるわ。シャア悪いやつだよね、やっぱりね。なんだかんだ言ってやっぱ悪いやつだよね。でね、ララの頃から同じことやってたもんね。本当に悪いやつだよね。もうお止めしませんが、この戦いが終わったら。ああ、あとはナナイの言う通りにする。はい、いい子だ。はい、というわけで、じゃあ今回はここで終わりにしようかと思いますけども、まあ、結論としてはやっぱシャアは悪いやつなんじゃないかなっていう。そうだよな、こうなんか人の心をもてあそぶことの天才だよね。はい、じゃあですね、次、ギレンの呼ばれるときは多分連邦編になるんじゃないかなと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。